ステファン・ルッツは、オーストリア・ユーデンブルク出身のサッカー選手。ポジションは MF。オーストリア FSC プエルスでサッカーを始める。2006年、グラーツァー AK のユースに移る。2008から09シーズンは、SK シュトゥルム・グラーツでプレーするが、再びグラーツァー AK に戻る。2009から10シーズンの、第16節、タイユース・ブ・アラーハイリゲン戦にてレギオナルリーガの、デビューを飾る。 2012年、オーストリアブンデスリーが2部の SV グレーディヒニー席。オーストリアカップ初戦の FC ピンツガウザーアルフェルデン、戦でデビュー。2012から13シーズンに、チームはリーグ優勝し、オーストリアブンデスリーが一部昇格に、大いに貢献し、さらに2014年 U-21 代表にも、選ばれ、国際大会も経験する。2015年、 同オーストリアブンデスリーが一部の SK ラピードウィーンに移籍し2015から16シーズン第3節のボルフスベルガー AC 戦でブンデスリーがのデビューを果たす2016年8月同オーストリアブンデスリーが一部の SV リートと2017年6月までの契約を結び移籍チームの降格後2017から18シーズンは オーストリアブンデスリーが一部の SCR ワルタフ派と2019年6月までの契約を結び移籍。2018から19シーズン終了後、オーストリアブンデスリーが二部の SV リートに戻り、2020年のチーム昇格に貢献。2021年4月22日、2023年6月30日までの契約延長が発表される。弟のゲラルド・ヌッツもサッカー選手。 ありがとうございます。